飛び出すピアノのメッセージカード、白い鍵盤の作り方です。プリントアウトした型紙から鍵盤の部分を切り取り、折り目になるところをボールペンなどでしっかりとなぞります。なぞったところを折っていきます。折り目がさらにしっかりつくように反対側にも折っておきましょう。のりしろの部分にのりをつけます。半分に折ってしっかりと貼り付けてください。四角い筒状になれば白い鍵盤の準備ができました。次は黒い鍵盤の作り方をご覧ください。